マテンガケ国賀神社の鳥居通天橋近鋭西の島北西部に断崖壁が続く国賀海岸は沖諸島の西の島北西部に位置する自然景勝地昭和13年に国の名称に指定続いて昭和38年に国立公園に指定された所在地をとって沖国賀海岸とも言われる約十三キロにわたって二百内市百五十メートルの 大規模な海色崖が,けが発達する断崖絶壁で特に高さ257メートルの摩天崖は国内最大級の海崖として知られ同海岸の中心的存在となっている崖の上には第二次世界大戦中日本海を航行する艦船の監視所が作られその跡が今も残っているその他鬼ヶ城天然の道門である通天橋など豪快にして郵送 活大規模な気象が見られる。その一方で地上には牛馬が放牧されている牧草地となっており、非常に穏やかな光景を見せ、対比的な景観となっている。その東方には高さ100メートル級の東、国が海岸がある。大仙沖国立公園に指定されており、沖地域のハイライトの一つ。 しかし、交通アクセスが不便なことなどもあり、周辺の観光施設等の数はそれほど多くない。マテン崖から国ヶ浜に至る直線距離約1トル高低差約2 5 0ルにわたる遊歩道であり、上り60分下り45分ほどかかるとされる。途中でマテン崖や通天橋の全貌を一望することができる。しかし時期により、 放牧されている牛や馬の糞が落ちている場合があるので注意が必要。朝栄バスは下の国ヶ浜が終点となっている。読売新聞の UFO100 選に指定されている。国が海岸で放牧される馬。ありがとうございます。